菊池武雄7月23日から1955年12月1日は、日本の陸軍軍人、政治家、貴族院議員、陸軍中将校4級男爵、熊本県菊池郡出身。菊池氏は中世以来の肥後国の名族で、南北朝時代は南朝に属した。菊池氏は明治になって、他の南朝後進の子孫と並んで家族に列せられた。父は、旧、女羅領主の男爵菊池武雄。武雄の次男武親は陸軍に進み、少佐まで昇進した。陸軍士官学校、陸軍大学校を経て、日露戦争に従軍。歩兵第11旅団長、奉天特務機関長を務めた後、陸軍中将で予備役に編入となった。予備役編入後は1931年から貴族院議員として帝国議会に議席を持った。1934年に商工大臣中島熊吉が雑誌現在に執筆した足利尊氏において中島が逆賊である尊氏を礼賛しているとして議会において糾弾し辞任に追い込んだ。1935年には美延達吉が唱え当時の憲法学の通説だった天皇機関説を攻撃し、天皇機関説は国体に反する緩慢なる謀反、美延は学費などの批判を展開して国体明朝運動の契機を作った。菊池は軍人出身であって法律学の専門家ではなく天皇機関説の趣旨を全く誤解して美延を批判しており、美延が1935年2月貴族院本会議で天皇機関説を説明するのを聞くや、それならよろしとつぶやいたと言われるが、その後、3月になり再び貴族院で美延を批判する質問をしている。また、菊池の批判をさらに誤解した一部の右翼が、美延に対して、いやしくも、天皇陛下を機関銃に例えるとは、何事か、などと大掛かりな批判運動を展開し、結果、美延は貴族院から追われた。一方の菊池も、1939年の第8回白紙男爵議員選挙で落選した。1941年には、亜細亜大学の前身となる、講和専門学校を設立し、初代校長と運営母体の財団法人講和協会の初代理事長を務める。終戦後は連合国軍、最高司令官総司令部より、永久戦犯容疑で逮捕されるが、不起訴処分となって釈放された。愛国運動原生。第一週労働経済調査小編。官報第7606号。叙任及び事例1908年10月31日。官報第3259号。叙任及び事例1923年6月12日。ありがとうございます。